バスコン人の位置イベリア語が刻まれた効果。バスコン人に関連する言語とみなされている、バスコン人は古代にローマ人たちがやってきた時、イベリア半島にいた民族。彼らは現在のナバラ州、ラリオハ州の定地、アラゴン州の北西部に至る地域で暮らしていた。その中から彼らは現在のバスク人の祖先と考えられている。 アクイタニア人やカンタブリア人とは違い、バスコン人は自らの地位をローマ帝国と交渉したようである。セルトリウスの乱においてグナエウス・ポンペイウスはバスコン人の土地に本拠地であるポンパエロを作った。エブロ、川谷地域のローマ化は大きく進んだが、サルトゥス産地では限定的だった。サルトゥスにおけるローマ文明の痕跡は、 ビバソア川川口の左岸にあったかつての町おやっそのみである。バスコン人の土地はローマ人にとってヒスパニア北部とガリア南西部を結ぶ交通の要所でもあった。バスコン人の土地にはピッタの焼け跡や中東部隊に支払われた多量の効果が発掘されるなど4世紀から5世紀に起こった動乱の痕跡が残されている。多くの歴史家たちは これを封建化に反対するバガウダエハンとヒスパニアやガリアの暴徒化した農民と結びつけている。この時よりすでにバスコン人とバスク語を話す人々を区別することが不可能となっており、ひとまとめにしてバスコン人と呼ばれた。407年、バスコン人勢力はローマ人リデ,ディムスとベリニアムスの指揮の下、攻め入ってきたバンダル族、アラン族、スエビ族を撃退したが、 409年には、ゲルマン人とサルマティア人が、イベリア半島に侵入する。この侵略に対し、ローマ帝国と、不安を覚えた、バスコン人とが取った策は、西郷ト族に対して、ヒスパニア・タラコネンシスとアクイタニアを与え、その見返りとして、同盟軍としての協力を得る条約を結ぶことで、あった。ほどなくして、西郷ト族は、バンダル族をアフリカへ追い出した。 7世紀と8世紀には、イルドレ島とオレロン島が、バセティアン諸島と呼ばれていたと、イストリアのアエティクスが伝えている。バセティとは、バスコン人の別名である。独立したバスコン人たちは、メロビング町の下で、初の政治形態を安定化させた。このバスコニア広告の南部国境は、詳細が不明なままである。この広告アートに、ガス購入になった。 イスラム教徒の信仰後、カール・マルテルによって、バスコニア公国はフランク王国に再統合されて、ピレネーサン・ムヤク・ナンロクの土地はパンプローナを中心に再編された。サラゴサの征服に失敗したカール大帝によってパンプローナの城壁は破壊されたが、その後のロンスボーの戦いで、バスコン人はカール大帝の公営部隊を全滅させている。それから数十年後、 ナバラ王国の前身となるパンプローナ王国が作られた。コリンズ214ありがとうございます。